どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日もお客様から実際にご依頼していただいたお洋服でシミ抜きのビフォーアフターをご紹介させていただきますので、シミ抜きでお困りの方ぜひ最後まで見て参考にしていただきたいと思います。ラルフローレンの白無地のトレーナーでございまして、収納中にできたシミ、身に覚えのないシミ、収納する前はなかったのにな、といざ着ようかなと思ったら、あれなんだこのシミは、となんとなくね、色を見るとコーヒーかななんて、思っちゃいますよね。でも実際にこの白のトレーナーを着て本当にコーヒーをこぼしてしまったら気づくんじゃないかな。どうでしょう、そのまましまっちゃいますかね。お客様はそんな身に覚えがないということなんですよ。お洗濯表示見ていただきますとですね、こちらは綿とポリエステルの混合素材になっておりまして、お洗濯家で水洗いできるよと。だから丸洗いすればね、取れたっていうのが一番望ましいんですが、そうじゃなかったので当店でシミ抜きをさせていただきました。それがこちらでございます。綺麗になりましたね。シミの原因、つまりいつ何がついたのか分かんないです。全然大丈夫でございます。まあ、自分でいろいろ調べてシミ抜き的なことをやってみた、それでも全然落ちませんでした。それも大丈夫です。自分でもやったし、他店さん、クリーニング店さんにシミ抜きを依頼したけど、それでも取れなかった。そんなシミでもですね、ぜひご相談してみてください。シミが取れるか取れないかの差は、見極めです。シミが取れなければ、どん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 シミ抜きを強くきつくしていくしかないんですが、当然リスクも高くなってくるので、どこまでだったら何事もなくシミだけを反応させてきれいにすることができるのか、その見極めができるできないによってシミが取れる取れないに差が出てくるんじゃないかなと思いますね。この動画を見て同じようなシミでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ当店にご相談してみてください。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。